Ibarahime. 求めた静寂に安堵して眠りの準備を進めますけれど、なぜだか眠れない。小さな違和感が眠らせない。Ibarahimeは仕方なく違和感の正体を探しに行きました。いつもならすぐに眠るのに、なんだか嫌な夢を見そうな気がしたの。こうですか。楽しい夢は大好きだけど、怖い夢は大嫌い。
眠くて眠くて仕方ない。けれど今眠ったら闇が来る。闇は夢の中にも入り込み、きっと怖い世界に変えてしまう。行きます。怖い夢を見そうな時は誰かにそばにいてほしい。全ての剣、破壊の力、巻き込まれたと言ったらどう？
眠りたいのに眠れない。誰か私に安眠を。巻き込んだらすみません。暖炉の灰にしてやるよ。私は今寝ているの？それとも起きているのかな？夢と現実がわからない。その盾、破壊させてもらう。
やすやと寝息が聞こえます。目の前にとても幸せそうに眠る人、Ibarahimeは羨ましくなって自分も眠ろうと目を閉じます。でも待って、どうしてその子は私に似ているの？すや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 眠る姫、それは小さな違和感の正体。いるはずのないもう一人の Ibarahime。Ibarahimeと Ibarahime、 眠ることが大好きで寝起きが悪いのも全く同じ。ああ、これは自分なのだと Ibarahimeは自覚する。取り巻く闇にとらわれれば自分もナイトメアになるのだと。だがしかし、その恐怖に怯える前に、おやすみなさい。小さなあくびを一つして、Ibarahimeはすやすやと眠り出した。